災害、その時あなたは。今回から2回にわたり、この3月にリニューアルオープンした神奈川県総合防災センターをご紹介します。神奈川県総合防災センターは厚木市にあります。開館時間は9時から17時、入館料は無料です。ここ神奈川県総合防災センター防災情報体験フロアは、地震、風水害といった自然災害の災害疑似体験、それと、火災時における初期消火、それと火災による煙からの避難、こういった災害疑似体験ができます。また2階の防災、シアターにおきましては、津波に関する映像と火山に関する映像を今回新たに作成し上映することといたしました。ここも今回リニューアルした地震体験コーナー、地震の揺れに合わせて動く CG 映像でさらに臨場感のある体験ができるようになりました。関東大地震を路上で体験してみます。震度はどれも 7.0、 日本で気象庁が定める震度の階級のうち最も高いものです。体験を通して大地震の際には身の安全を守るために何をすべきか考えてみましょう。こちらは風水害体験コーナー。最大風速毎秒30メートルの暴風と時間雨量50ミリの激しい雨が体験できます。その速さは特急電車と同じくらい、走行中のトラックが横転してしまうほどの強さです。風水害から身を守る方法や日頃の備えなどを考えましょう。消防用具発達の歴史コーナーでは、昔の火消しが使った道具などを見ながら消防の歴史が楽しく理解できます。通報体験コーナー、火事の時には素早い行動が大切です。 SOS ボタンを押して119番通報、どのように通報すれば正確に伝わるのかを知っておきましょう。火事です。防災 Q&A、 パソコンを使っていろいろな問題にチャレンジ、防災に関する正しい知識を身につけましょう。正解。皆さんもここ神奈川県総合防災センターで防災を考えてみませんか。